はい、こんにちは。札幌占いビュー最後勝ちの音です。今日は結構バッサリ切るんですよね。はい。で、先ほどモデルさんに聞いたのがこのぐらいまで切りたいということなので、この写真で見ると前髪が長くてこう、そうだな、ちょっとこうかっこいい感じなんですけど、前髪がまあこの長さなので、ちょっとまあうまくこういう雰囲気に持っていきたいと思います。夏っぽくっていうことなんで、一回抜いてそれに色を入れたいと思います。暗めなので結構明るくします。1時間半ですね、時間的には。カット込みでブリーチとカットカラーと、ブリーチカラーカットで1時間半ぐらいにしたいと思うんで、まず最初にカットを仮で切って、今日縛ってたのでちょっとまあアイロン入れながらちょっと仮切りしてイメージ作ってから染めます。こんな感じで中が明るく、まあ、こういう風な色になってて、表面の方が、はい、まあ、ちょっとあの結び跡がついてるんですけど、1時間半の時間でカットカットブリーチカラーしていかないとダメなので、ちょっとこのまま、アイロンとかも使って癖で取りながらちょっとカットどれかとしていきたいと思います。でここでちょっと長めに1回切りますね。ショーバルタンでカットします。この辺で切ります。結構一気に来ました、ね、このぐらいでこうなるかな。いつも切って伸ばす、切って伸ばすみたいな感じ。あ、そんな感じです。切るだけ一気に切る。そうだよね、結構男前な感じだよね、はい、ここまで切るって。でバックの方はもうあの同様に上から持ってきて、とりあえず切ります。はい、上から持ってきてノーテンションで切っていきます。つむじの位置から落ちるように、まずちょっと仮ですから、ちょっとバックの方短いイメージがちょっとあるんで、ちょっとバック若干短めに切ります。結構最高長い時結構長かった。言うても今のさっきの長さが一番長いぐらいです、そこからは伸ばしたことない。そうなんですね。じゃあ結構意外と短いのがこの長さぐらいが多かったんですね、背広が。そういうことか、なるほど。表面ちょっと段差入れます。ちょっと今長めに切ってますね。今ノーガイドでカットしてまいりますが大丈夫です。後でつなげる。はい、でちょっとバックを切るんですけど、はい、バックはバックも2ブロックラインぐらいで、あんまりウェイトを下げすぎると、上のこの辺で取っちゃうと上ボコ下少ないみたいな感じになっちゃうんですけど、今回はウルフっぽいので下のベースをちょっと多めにしたいので、ちょっとこのボンドクボよりはボンドクボの指上 5センチぐらいのところ、ここに設定して、ここにちょっと少し長さを段差を入れます。ここからつなげていく感じにします。基本なんかちょっと上側ですかね、このウルフスタイルというか、だからベースの重さは多少あるかなっていう気が、切った方がいいかなって気がしましたので、結構切りました。今ちょっとパッツンになってますけどね、ここ大丈夫なんで。今何をやったかっていうと、先ほど切ったラインをガイドにして反対側にオーバーダイレクションさせてちょっとつなげて切ります。で縦のこのつながり、この辺はちょっと今あのラインつながってないんですけど、すぐつながるので、なぜこうするかっていうと、あのウェイトの位置をあんまり下げたくないので、ちょっとウルフ感を出したいので、このつむじの位置を通す感じで、ここを常にこうあの通っていく感じですね。ちょっと分かりづらいかもしれないですね。
顔までちょっと重いんで、ちょっとスイングしてつなげていきます。で、だいぶつながったかな。これでウルフの切り方めっちゃ簡単なんですけど、ここの最初にまあある程度ガイドを決めたら、このパートから全部まとめて、この真ん中、この決めたパートから全部まとめてあげて、髪の真ん中のところからぐるぐるぐるってこっちに滑らすんですね。でパツって切る。これだけで大丈夫です。届いた毛だけ切るみたいな感じで大丈夫です。はい、髪の毛の真ん中のところに指を置いて、そのままぐーってこっちに持ってきて、出たところがあるんで切る。そのためのガイドを最初軽く作った感じですね。こういうところは後でちょっとどうにかなるので、でバックも同じようにちょっと説明しておいてしまうという感じですね。はい、ちょっとこのように上に持ち上げて、このつむじのところを通過するような感じにシューッとこう自然に持ってきて切ります。でまたこの4箇所目というか、このこのタッチバックのところですね。はい、っていう感じで切るのが一番簡単なので、はい、少しなんとなくこの動きが、髪の毛がちょうどこの辺が毛先の方動くようにしたいと思います。なんかちょっとこの辺がシャープになってるスタイルなんで、この辺はちょっと剃り深めに入れて、上はあんまり、でこの辺が結構タイトになってますもんね、この人ね。ここをちょっとすっきりさせるから、ちょっとこの辺を、少し奥行きが、ちょっと奥、座りますね。この辺までちょっと奥深くぐらい、3分の2ぐらいまでここは攻めてもいいのかなって感じがします。はい、お疲れ様。いきなり来てすぐこんな切られたらちょっと、大丈夫ですか？大丈夫ですえってなりますか？そんな大丈夫ですか？全然気にしないで切ってますか？大丈夫すみません。焦ったでしょ、お店の場所がねえじゃんっていう。本当びっくり、あそこ全然ついてないしと思ってしかもさ、もしあそこだとしてもさ、ちょっと行きづらいですよね。嫌じゃね？嫌です。占いっていうだけにさすがにここなんだなみたいな感じ思った。マジやべえなと思って、どうしようと思って。あそこ入れないでしょ。無理ですね、あそこは。でも電気消えてたけど、なんかやってると思った最初。いや、やってるっていうか、入ったらいるのかなと思ってそれが電気つけるのかなと思って。めちゃくちゃ怖いじゃん。あ、それが電気つけると思ったの？はい。そんなこと怖いでしょ、監禁されるじゃん。そう、怖かったですよ、だから。とか思って。やばいと思った。はい、思いました、一瞬。やばい。あの針金見つけるまで。ああ、そうです。新しい住所。ちょっとブッチしようかなと思って、若干。10% ぐらい思いました。でも絶対人としてやっちゃいけないから。うん。それやっててやっていこうと思って。そこまで考えさせたら、すいません。全然大丈夫です。そうだよね、考えたんですよ。怖かったですよ、あそこは。確かに怖い、あそこは。え、前あそこやってたんですか？いや、やってたけど、もうちょっとちゃんとしてたからさ、あそこ。あ、そうなの。そう。いや、もうちょっとポップだったし。うん。あんな感じなの。今はもう廃墟になっちゃってるから。廃墟ですね。そうそうそう、もうひどいけど、前は大丈夫。うん。でもやっぱ外は結構やばかった。中入ったら、あーって感じなんだけど。あ、そうなんですか？やっぱ新規がやっぱなかなかね。そうですよね。あそこはちょっと。前にあるの、またなんか占いとか怖いです。あ、占いの看板？占い当たんのかよみたいなそうそう、怖いよね、あのね、怪しいでしょ。怪しいです。もういろんな人来たんだよね。え、そうなんですか？え、新規の人来た来た来た。いや、芸能人も来たよ。なんて